当然そこは怒ると思うんです。もういい加減せよっていう感じでやっぱり睨みつけてると思います。ここというところであまり打たないっていうところがあったんでね。はい、中西陽希の虎のチャンネルということでね、ヤクルト3連勝を振り返っていきたいと思います。じゃあ早速1試合目から見ていきたいんですけど、1試合目が4対2で勝った試合、この試合の先発が村上投手というところで、村上投手はいかがでしたか？いやもう素晴らしいというかね、本当に安定して、もう7回3安打ですからもう言うことないじゃないですか。9勝目ですから2桁っていうところもね、大きく前進したわけですし、2桁勝利してほしい、そういうね今シーズンの好投ぶりじゃないですかね。バッティングカウント、まあ2ボール1ストライクというようなところでは非常に厳しいボールを投げられるっていうところが彼の強みでしょうね。でその後岩貞投手に変わったっていうところで2失点してしまったっていうところがあるかなと思うんですけど、ちょっと岩貞ボールがアバウトっていうかな、ちょっとゾーンが高いし、ちょっと失点されるケースっていうかな、しっかりとね交代完了っていうところまではいかないっていう、そういう投球がちょっと続いてますよね。岩貞投手ってこれからの使い方っていうと、勝ちパターンでの8回っていう形ではなくなりそうですか？まあ、この辺はやっぱり7回行ったり8回行ったり、常に湯浅だっていうことはないと思います。状態のいいピッチャーから出していくんじゃないですか。かといっても岩佐もね全然使わないというわけじゃないんですけど、やっぱり岩佐の状態を上げていく意味でも使ってくると思いますけども、この試合はやっぱり森下選手のホームランっていうのが目立ったのかなと思うんですけど、ね、はい、2回のソロね、半田8回のソロホームランということで、やっぱり6番に入ってちょっと気持ちが気楽なところが出てきたかな。3番の時やっぱりねちょっとヒットも出なかったりっていうところで、まあ、気分的にやっぱり6番っていうところで打順を変えていっちゃっていうところが大きいのかなって感じしますね。ということで続いて2試合目が6対5で勝った試合で、この試合の先発が青柳投手っていうところで5回3分の2っていうところだったんですけど、いかがでしたか？まあまあ球数的には80球いってない状態で、もう少しっていうところはなんだけど、まあ、今シーズンのこの青柳の状態を見るとやっぱ5回投げればっていう感じの、そういうところなんですかね。まあ6回まではっていうところあったと思うんですけど、5回3分の2で79球っていうところでも切ってるっていうところなんで、まあ3失点されてやっぱりこう本来のまだまだね青柳の状態ではないですけども、でもなんやかんや言って7勝してきたんで、そういう意味では結果はねついてくれば状態も徐々にこう上がってくると思うんでね、そういう意味で終盤これからの CS も含めて状態を上げていって、そういうピースになってこないとダメでしょうね。この試合も1試合目同様岩貞投手のところで捕まってというか、でその後、石井投手がしっかり抑えたっていうのが、そうですね、まあ、どちらもあったと思うんですけど、はい、石井投手かなり助かるっていう感じですよね。かなり岩佐の尻拭いに行ってますけども、非常にピンチのところもねピシャッと抑えてるんで、まあ、本当にそういう意味では後ろにまだ石井がおるっていうところが大きいと思うんですね。かといっても岩佐もねやっぱり状態上げていかなきゃいけないというか、いい感じで投げ出さなきゃいけないんでね。で一個気になったところがあって、この試合3番スタメンで出てるオンズラ選手に対して、7回の2アウトから島田選手の対打っていうのがあったんですけど、この辺ってどういう意図だったんですかね？どちらかというとね、小野寺がいいからどうのこうの変えるとかそういうんじゃなくて、先の先を見てると思うんでね、点差的にもこの時は3点差だったし、次のカードで島田レフトっていうところの起用っていうのも考えてる、そういう代打だったと思う。結果出てれば多分次のバンテリングぐらいでは使ってると思うんですよ。これ出てないんで多分使わないと思うんですよね。ということで最後日曜日の試合が7対1という形で大勝できた形になるんですけど、この試合は伊藤投手が9回まで投げ切ったっていうところで、伊藤投手良かったですよね。いや素晴らしかったですね、はい、本当にもうスイスイっていう感じなんで、しかも90球かな、90球で9回完投ですから、もう高校野球並みのね省エネ投法っていうか、なかなかプロでやっぱりこれぐらいの球数で完投っていうのはできないですけどもね、こうしてやっぱ3カードやってる中でね、1人で投げ切るピッチャーが出てくれば、これリリーフ陣
非常に楽ですし、ここで日曜日月曜日とこうね2日間リリーフ陣休ませてバンテリンに移動するっていうところになるので、そういう意味ではリリーフ陣が特に助かると思いますね。でこの試合は1回2回で合計6得点っていう形で、うん、佐藤選手のホームランだったりとか中野選手ノイジー選手のタイムリーが出たりっていうところがあったと思うんですけど、この辺はいかがでしたか。まあノイジーのねタイムリーとかエラーで得点して、その後佐藤のホームランっていうのでいきなり4点で主導権握ったんでね、でいて2回も2点っていうところで非常に楽な展開になってきたと思うし、やっぱ打線の活発さっていうのはいきなり1回2回で出てきたっていうところでしょうね。ただまあこの試合9回近本選手に脇腹付近デッドボールっていうのがあったと思うんですけど、この辺はどう見ましたか。いやそれはもうあれは怒るよね。やっぱキーマンのバッターなんで、まあ狙ってはないけども狙われたという解釈もしますよね、 やられた方がね。だから7-0っていう展開でやっぱり得点からしてもあれですよ、やっぱ当てたらいけないですよね。当てたらいけないというかもう狙ってないとしてもやっぱり気まずいですよね、お互いが。あれはあの点差で来られるともう報復っていう形のやられたらやり返すっていうところで、相手のキャッチャーもしくは4番バッターっていうところ行ってこいとかいう話は多々ありますけどね、報復みたいなのはね。まあ今はないですよ、今はね。近本選手が離脱するってなるとかなり話変わってくるという。いやもう全然やっぱ今年シーズンのこの活躍っていうのは 1,2 番の活躍は大きいんでね、これはやっぱり本当に大事ですよ。特に近本っていうのは痛いですよね、一回離脱してるだけにね。最後試合終わって岡田監督が相手チームのベンチを見て高津監督の方を見てたっていうシーンもあったと思うんですけど、うん、まあ、当然そりゃ怒ると思うんです。もういい加減せよっていう感じでやっぱり睨みつけてると思います。狙ってないとしてもこんなコントロール悪いピッチャー出してくるの最後っていうような感じになってきますからね。それはちょっと話変わるんですけど、3連戦通して3番が入れ替えで変わっていったっていうところ、うんうん、1試合目が三重選手、2試合目が小野寺選手、3試合目がノイジー選手という形で、うん、途中島田選手の守備で変わるとかっていうシーンもあったんですけど、この辺の岡田監督の意図というか、どういう感じで広島戦に向けてどういう形で進めていこうかっていう意図みたいなところ見えますか。やっぱ3番の森下でしょ、やっぱり機能しなかったところで打順を下げて6番に下げていったっていうところでの併用というかな、やっぱ3番から下げてやったことによっての3番が変動的になったっていうところでしょうね。で6番でやっぱこうして結果が出てるんでね、そういう意味では少し楽なところで6番っていうところで森下を固定してっていうところで、この3番をちょっと流動的になっていったっていうところじゃないですか。ここって CS とかに向けて固定していくための日替わりになってくるのか、このままずっと日替わりでいい選手をどんどん使っていくみたいな形になっていくのかっていうところだと、どっちだと思われますか。いやもうテスト段階だと、テストというか後半のその CS とか後半のところを見て、なんかノイジーはね前回もあれですけど、ノイジーをどう使うかっていうところで、やっぱ6番でノイジーもなかなか大きなのが出ないというかね、ここというところであまり打たないっていうところがあったんでね、そういうところで見えせつ小野寺こういい状態のやつを固定していこうっていう感じにはなってくると思いますよ。その辺のちょっと見極めだと思いますね。まあ、特にノイジーの心が大きいと思いますね。ノイジーをだから3番でずっと使ってたのが、やっぱりそんなにいいところでタイムリーが出ないっていうところで、やっぱり見極めのところでしょうね。村地グループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事までチームプレーによるワンストップ体制。はい、ということでね、皆さんコメント欄の方にまたお寄せください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。